そうだね。うん。行こうか。村はあちらだ。どんな料理でもてなしてくれるのか楽しみだね。こんなところに山賊がいるなんてね。村が心配だ。先を急ごう。ここは村の領域、強く再現されているな。ペコのお嬢さんに用意していた料理をあげてしまったんじゃ。予備の食材もあったんじゃが、山賊に奪われてしまって。それはひどいな。この辺りには山賊がたくさんいた。という覚悟はいいか。耐えきれるかな。はっ、たわいもないね。奪われた食材も近くにあるはず。食材だけでも取り返してあげよう。その腹ペコのお嬢さんにも会ってみたいしね。この村の食材は全て奪われ、お頭に何されるかわからねえ。守備は上々だ。決して敵には回したくないな。食材を一部取り返せば、このままで取り戻せる。覚悟はいいか。耐えきれるかな。たわいもないね。鬼こそが無双の一族ということでいいかい。守備は上々だ。責任は果たす。基本だけどすごいこと。
これで全ての食材を取り返せた。村長が料理をしてくれるかな。守備は上々だ。先ほどいただいた料理とても美味しそうです。我慢できないのでここで食べるとしましょう。なんだかいい匂いがする。奪い返した食材でもう料理を作ってくれたのかな。いい香りです。腹ペコが限界であると認めます。早く食べましょう。そうしましょう。可憐な乙女の食事を邪魔するとは不届き者ですね。激鉄を起こします。最優先指令と認めます。困った腹ペコお嬢さんね。いい子だからその物騒なものをしまって。私がおとなしく食べ物を渡すと思いますか。邪魔者は全力で排除します。俺たちは村長の隣で食材を集めているだけ。よかったら一緒にどうかな。もっといろいろな美食を楽しもう。魅力的な提案であると認めます。一緒に行きましょう。そうしましょう。ここに料理名人の村長がいるらしいな。俺たちの腹も満たしてもらおうぜ。守備は上々だ。さっきの山賊の仲間か。村長が危ない。助けに行こう。覚悟はいいか。耐えきれるかな。たわいもない。念があります。もったいないですが食材をおとりにしましょう。私が食材とともに敵を引きつけます。その間に村長の安全を確保してください。村から奪った食材を運んでいるようだね。奪い返そうか。食材が全部返せとは言わない。村の人の分を返してくれたら好きにしていいよ。なんて優しい方なんだ。俺あんたに協力します。全部返せとは言わない。村の人の分を返してくれたら好きにしていいよ。なんて優しい方なんだ。俺あんたに協力します。なんだってこんなに。よほどお腹が空いているんだね。村長に頼んで君たちの分も作ってもらうよ。なんて優しい方なんだ。俺あんたに協力します。村長の身の安全は確保できたね。あとは山賊の親玉を殺しに行く。食材が運ばれてきました。助かります。食材がまた運ばれてきました。元気100倍です。色とりどりの食材ですね、ジュル。私が毒にしておきます。食材のまま食べてしまうのかい。手間をかけてこその食事なのに。覚悟はいいか。耐えきれるかな。たわいもないね。やるな。眩しいじゃないか。守備は上々だ。よくやった。そのまま行け。うまくいったぜ。
俺が相手になろう。行くぞ。その策乗ったよ。鬼こそが無双の一族ということでいいかい？覚悟はいいか？耐えきれるかな？たわいもないな。食事とは人生で最も幸福なひとときである。山賊が美食家で何が悪い。残念なお知らせだよ。取り戻した食材だけど戦いの最中に傷んでしまったようだね。問題ありません。改心した山賊に旬の食材の調達を依頼済みです。すぐに食材が来るでしょう。そしたらバリバリ食べましょう。その通りです。プラフト。おや？そうですね。ありがとう。